神奈川県立ほどがや公園は横浜市ほどがや区に所在する公園である。1949年に球場が完成して以来、神奈川県で初めての都市公園の一つ運動公園として整備され、1957年に完成した。神奈川県が運営しているが、指定管理者制度に基づき指定された法人が管理している。シンフォニー広場は、 小戸谷公園全体のシンボル的な存在として、計画、設計された。エントランスからの空間的一体感を持たせ、池と広場により象徴的空間を形成している。また人工滝から奥に向かって流れ、列中を配置し、水で遊べる、浸水空間を創出している。シンフォニー広場の規模は0.95ヘクタール。総工費が約7億円。 後期は1990年9月から1992年3月にかけてで、設計は LAU 都市施設研究所、施工、造園は人工企業、アイブ造園土木ほか、設備はウォーターデザインが担当した。シンフニー広場は、ほどがや公園に新たな顔を創出するとともに、多様な利用を可能とする広場づくりを目指したもので、この広場では、人と人、緑と、 水等の公共局を生み出している。花圏内の住所が示す通り、県内有数の桜の名所でもあり、花見シーズンには園内に大勢の人々が集っている。指定管理者制度を導入している施設。ありがとうございます。